ペンバ島は、アフリカ大陸東岸、インド洋上に位置するザンジバル諸島の主要な島の一つ、タンザニア連合共和国に属する。アフリカ大陸とは、ペンバ海峡によって 50km 隔たれ、ウングジャ島の北方 50km に位置する。ウングジャ島より起伏に富んだ、肥沃な土地であり、高辛料クローブの栽培が盛んで、島内には300万本以上のクローブの木が存在し、 クローブ生産校は、ウングジャ島を上回っている。古くからの住民は、シラジと呼ばれる人々である。シラジは、太古のペルシアのシーラーズに羊を持つ、人々の血を引くとされている。この他の住民に、プランテーションの主な労働力であった、大陸に羊を持つアフリカ系住民と、少数の、スルタントー時代のオマーン人をはじめとする、中東系の入植者の子孫がある。 言語は、タンザニアの公用語でもある、スワヒリ語を使用する。2012年の人口は、40万6808人。ペンバ島は、タンザニア国内の自治政府ザンジバル革命政府が、統治する主要何島のうちの一つであり、ペンバ島には、ペンバ北部州とペンバ南部州の2州が設置されている。主要都市は、北部の州と植えて、南部の州と向こうに、そして、 中心都市であるチャケチャケである。島唯一の空港はチャケチャケ近郊に位置するウィリー空港である。観光面ではダイビングの敵地として知られている。ありがとうございます。